ハロー、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14聖望祭2021第3回を撮っていきたいと思います。そして今回もいちかさん一緒によろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。というわけで、追加というか、この繰り返しのクエスト、アムガランジさんに受けていきましょう。レベル15クエスト、聖望祭と他愛なき UFO。 ミーケット野外音楽堂のアムガランジは冒険者に合わせたい人物がいるようだ。マジックプリズムクレル受注。冒険者さん、ルディの剣はありがとうございました。少しの間でしたけれど、情が湧いてしまって寂しい気持ちです。またいつか会えたらいいですね。そうそう、先ほどお伝えした通り、流れの聖人様が冒険者さんにお会いしたいそうですよ。なんでも二人きりでお散歩をしたいのだとか。私も詳細までは存じ上げないのですが、なんだか思い詰めたご様子でした。ご都合がよろしい時に声をかけてあげてくださいね。思い詰めた様子。あちら、あ、すごい堂々としてる、うん、あんなに見つからなかった彼が。流れの聖人さん。よし、話しかけていこう。ほほほ、はじめまして、あるいはお久しぶりですな。私は子供に夢と希望を振りまく流れの聖人、アムガランジ殿から事の次第を聞いて感銘を受けましたぞ。実は途中からこっそり成り行きを見守っていましてな。それはそれは、素敵な仲間に囲まれていましたので、私が出る幕はないと身を潜めておりました。聞けば冒険者殿がルディに聖人の従者を目指すきっかけを作り、さらにはあの美味しい雪玉のお菓子の発案にも一役買っていたというではありませんか。その発想力、起点、実にエクセレント。実は私、子供たちに贈る品を作ろうとしていたもののアイデアに詰まっておりましてな。これはもう冒険者殿と二人きりで濃密な時を過ごすしかないと思い至ったのです。なんという、一、意味がわからない。二、どうすればいいの。どうすればいいの。二人きりで濃密な時を過ごすので、すごい押してくるね、濃密な時を。さすれば冒険者殿から湧き立つインスピレーションが私のほてった創作意欲を刺激し、傑作が生まれるはず。ほほほ、なーに、緊張なさらずとも、冒険者殿はただ私を連れて華麗にエスコートしてくださるだけで結構ですぞ。この時期は街もきれいに飾られていますからな。たまにはグリダニア旧市街を、ここから北条神祭壇までゆっくりと散歩することにいたしましょう。そしてその道中、ぜひおすすめスポットに立ち寄ってくだされ。二人での体験をインスピレーションの糧としたいのです。最低でも一箇所、欲を言えば三箇所ほど巡りたいですな。準備はいいですかな。さあ、共にイマジネーションの旅に出発ですぞ。ほう、流れの聖人が同行することになりました。彼を連れておすすめスポットに向かい、指定地点で流れの聖人に話しかけてみましょう。あ、はい。おすすめスポットはグリダニア旧市街の中に6カ所存在し、アプカルタキ、創術師ギルド、革細工師ギルド、マーケット、水車、グレートローム農場から選ぶことができます。また以後クエストを進行させるには同行者が近くにいる状態で目的を達成する必要があります。同行とはエリアを移動した場合や、同行者と距離が離れすぎた場合、同行状態を解除するを選んだ場合にも解除されます。解除した場合、元の場所に戻った同行者に話しかけることで再び同行させることができます。話す。こうして冒険者となるとゆっくり散歩するのも良いものですな。たとえ何気ない場所でも誰かと巡り言葉を交わせば、思わぬインスピレーションが湧いてくるものです。ついてきてくれるのか。あ、ついてきてくれる。
これね。おほう、川のせせらぎ、そして水車の奏でる音色に癒されます。しかし、こうして水の近くにいると、だんだんと体が冷えてきませんかな？私はむしろ暑いくらいですぞ。おかげでほてった体をわずかばかり冷ますことができました。ともかく防寒具なども贈り物には良いかもしれませんな。ほう、おかげでインスピレーションが湧いてきましたぞ。成人の流れの成人はわずかにインスピレーションが湧いたようだ。そろそろ補助祭祭壇前まで行ってみるといいかもしれない。まだ物足りないようにも見えるが、どうしようかな。6箇所回ってはいいのかな。トークスポットに入った状態で同行者に会うんだけど、話題が追加されているはずです。仲間との寄り道を楽しみましょう。他におすすめ滝行ってみようか。アップカル滝について話す。ほう、静かで綺麗な場所ですな。ほら、こうしてじっと滝を眺めていると頭の中にイマジネーションの神様が降りてきそうな。降りてきそう。神様降りてきそう。おお、逃げた。あと少しで何か出そうだったのですが、とはいえ集中できてなんだか頭がすっきりしましたぞ。連れてきていただいて流れの聖人感謝ですぞ。流れの聖人はそれなりにインスピレーションが湧いたようだ。そろそろ行ってみてもいいが、まだ物足りないっつっとるので行きますか、他の場所に。これエーテライト使ったらダメなのかな。操縦士ギルドについて話す。ほほう、ここは帰国隊屯所ですな。皆さんやってますな。どれ、私も肉体美を披露しましょう。この衣装では分かりにくいかもしれませんが、私気痩せするタイプでしてな。お前気痩せしてないから見ていてくだされ。ほほほほ、おお、何を見せられてるんだろうか。どうです、このカチカチの筋肉に触れてみたくはなりましたかな。恥ずかしがらずとも良いのですぞ。冒険者殿はウブですな。ほう、久しぶりにハッスルしたおかげでインスピレーションが湧いてきましたぞ。体を動かすことは脳にも良いですからな。行動と同じにしたことで流れの聖人は十分にインスピレーションが湧いてきているようだ。そろそろ法上人祭壇前まで一緒に行ってみよう。これ他は見れんのか。あ、消えちゃったか、クエストマークが。じゃあ法上人祭壇まで行きますか。これあれだな、全部知りたければ2回以上受けろって話だな、きっと。
これエーテライト使って許されるんだろうか。いちかさん、これエーテライト使ったら許されないやつ。やってみるといいよ。え、大丈夫なのかな。使える。え、はぐれてしまった。うん、ダメだ。許されなかった。一応やったところは許されてるんだね。ほほほほほ。あ、よかった。もう移動中はこれカットだな。いや、こうできないよってこう正解を言うのもなんだしなって。なるほど。あ、よしよし。できないのは知ってたんだ。あ、なるほどね。それ 6.0 の序盤で。やらかしたんだよ、私。たまに物によってはなんか1からになるやつあるよね。うん。クエストによってはだけど。よし、じゃあ、連れてきたので、話ができる。あ、話ができる。知らない人も一緒ですが。ほう、ここが散歩の終着点ですな。冒険者殿と過ごした二人きりの濃密な時のおかげで、創作意欲が炎のように、吹き上がってきましたぞ。早くこのアイデアを形にして子供たちの喜ぶ顔を見てみたいですぞ。それにしてもこうして誰かとゆっくり歩くのもたまには良いものですな。冒険者殿はいかがでしたかな。なんという、1、楽しかった、2、疲れた、3、もっと話をしたいな。あ、楽しかったっす。楽しかったっすよ。ほほほ、少しはしゃぎすぎてしまいましたかな。聖人などと名乗ってはおりますが、こうした活動の根底にあるのは他人を思いやる心。誰かの笑顔を願う心さえ持っていれば、それこそ魔物でさえ誰かを笑顔にすることができるのですな。冒険者殿と行動を共にしてそれを再認識できました。さて、そろそろいただいたインスピレーションを忘れぬうちに形にしなくては。ほほほ、私が何を子供たちに送ることにしたか気になりますかな。なんだろう、冒険者殿とグリダニアの街を歩いていて、私は改めてこの平和なひとときが愛おしく感じたのです。街を歩く人々の笑顔も、きらめく街の様子も。ですから今のこの美しい情景を永遠に閉じ込めたようなスノードームを子供たちに送ろうと考えているのです。素敵な品にするためにもっともっとアイデアを練りますぞ。アムガランジ殿にもよろしくお伝えくだされ。それでは私はこれで。ほほほう。これでアムガランジ殿に報告でいいのか。よし。さて、ミーケット野外音楽堂まで戻ってまいりましたので、アムガランジさんに報告をしていくと。おかえりなさい、流れの聖人様。とてもご機嫌な様子で帰っていらっしゃいました。よほど冒険者さんとのお話が楽しかったのでしょうか。すっきりと晴れやかなお顔をされていましたよ。また気が向いたら声をかけてあげてくださいね。お、なるほど。コンプリート。なるほど。花火が。え、どんなんだろう。ちょっと花火やってみようかな。あ、周りがキラキラする。周りがキラキラする。なるほど、なるほど。いいんじゃないでしょう。さて、
聖望祭2021ご覧いただきありがとうございました。いや、ほのぼのとしたお話で心が洗われるようでしたね。というわけでいちかさんも一緒にプレイしていただきありがとうございました。ありがとうございました。いやー、もうね、可愛い2匹のミニオンが手に入ったということで、うんうん、いやー、ほのぼのとした話でした。そして個性というのが大事だと。いやー、兄弟でもだいぶ違いますからね。だいぶ違ったね。だいぶ違いましたね。いやー、というわけでクリスマスも今年は終わり、次はなんだっけ、新年の、あー、個人祭だっけ。あ、そうそんなやつ。それまた個人祭かな、でお会いしましょう。では失礼します。さて、宿屋にやってまいりました。ですね、ミニオンが2体ゲットできましたので出していきましょうか。マメットルディさんですね。まずミニオン習得、ルディを模した魔法人形、イエーイ。いやー、可愛かったな、ほんとルディ。そして、ゲンリッサイさんかな、ミニオン習得、随従リッサイが神通力で作り出した幻影体。え、すごくない？はい。そして、まず、マメットルディ。ルディを模した魔法人形。聖人の従者となったルディは、聖望祭を終えて山へと帰っていったが、流れの聖人が神業によって、うり二つの魔法人形を作り上げた。あまりにそっくりで、呼吸まですることである。それはもう、生きているのでは。イエーイ！やば、かわいい。ルディ君。あ、ベッドの部屋出ない。ちょっと待ってよ。よっ。よし。なで。餌をあげる。反応は特にない。が、ルディがかわいい。後ろ姿のこの尻尾がね、プルプルってしてる。いやー、ルディかわいいね。さて、次の子が、ゲンリッサイさん。ゲンリッサイ、随従リッサイが神通力で作り出した幻影体。若き頃、人の子を好んでいたリッサイは、しばしば神通力で人に化け、私塾を開いて子供たちに読み書きを教えてたこともあるようだ。今も、義理と人情と甘味を愛する。なるほど。足跡、足跡とお菓子の跡が両方あるんだね。あわあわ、かわゆ。いや、いいね。リッサイさんはどこに、よいしょ。そう、リッサイさんこの姿で宿取ってたね。あ、待って、ちゃんとすごいアクションがあるよ、リッサイさんは。撫でる。餌をあげる。餌には反応する。リッサイさん。なかなか元気なやつですね。難しいな、これ。やばい、かわいい、リッサイさん。はぁ。ご覧ください。肩に乗ってくれる子、タイプの子だ。いやこれしばらくなんか待ったりしてないと乗ってくれないから分かんなかったけど、さあ冒険の旅に出かけようと思ったらね、シュッて肩に乗ってくれて、あっと思いましたね。かわいいですね。というわけで動画今度こそここまでになります。